平野紫耀、神宮寺勇太うじ太のナンバーアイが初の雑誌表紙。テーマは、ラブレターの文通。日本のエンターテイメント業界に新たな風を巻き起こす新たなグループ、ナンバーアイが11月15日に発売される、ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙を飾ることが発表されました。 平野の仕神宮寺ゆ太、た、岸勇太からなるナンバー、イは、10月に東京ドームでの生配信を通じて結成を発表し、その存在感を示してきました。そして、今回の、ナイロンジャパンのカバーストーリーは、ラブレターの文通をテーマに、メンバーの個性と創造性が融合されたスタイリッシュなビジュアルストーリーを提供します。 ナンバーアイとは、平野紫耀、神宮寺勇太、岸裕太からなる新しいグループで、彼らは日本のエンターテイメント業界において、その新たな才能と魅力を注目されています。この3人のメンバーが、ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙に登場するのは、彼らが新グループとしての結成を発表してから初めてのことです。 彼らがナイロンジャパンの表紙を飾ることで新しい扉が開かれファッション、音楽、エンターテイメントの世界に新たなエネルギーが注入されることでしょう。ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙はナイロンガイズにナンバーアイをフィーチャーしアクスチャンギングラブレターズラブレターの文通をテーマにしたストーリーが展開されます。このテーマに基づき 彼らがスタイリッシュで勢いのあるクリエイティブなアート作品を提供し、読者に感動的なエクスペリエンスを提供するでしょう。表紙から始まるカバーストーリーは、美しいビジュアルとともに、三者三様の愛の表現を通じて、ガーデンではしゃぐ三人が作るトーテムポールというキーワードの下で進行します。 これにより、ナンバー・アイのメンバーが異なる愛の形を表現し、多様性と個性を称賛します。また、ストーリーのラストでは、平野志耀がメンバーを代表して読者からのラブレターを受け取る場面で幕を閉じます。この瞬間は、ナンバー・アイとファンとの特別な結びつきを象徴しており、感動的な瞬間になることでしょう。さらに、 この号にはナンバー I のメンバーによる1万字以上にわたるロングインタビューも掲載されます。これにより、彼らのアーティスチックなビジョン、音楽への情熱、そしてナイロンジャパンのテーマであるラブレターの文通についての深い洞察が提供されます。 多言語対応ナイロンジャパングローブルイシュー04は日本語と英語のバイリンガル仕様で国内外での幅広い読者層にアクセス可能です。この多言語対応の特性によりナンバーアイの魅力が国際的なオーディエンスにも届けられることでしょう。さらに海外版のナイロン。 でもナンバーアイに焦点を当てた特集が展開される予定で、それは雑誌だけでなくウェブ上でも公開される予定です。このことからナンバーアイは国際的な注目を浴びることでしょう。ナンバーアイのメンバーである平野市を神宮寺勇太、岸優太がナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙を飾ることは、 彼らの新しい音楽プロジェクトがどれほど注目されているかを示すものです。この雑誌号は、ラブレターの文通というテーマに基づき、ナンバー・アイのメンバーの個性と創造性を賞賛し、読者に感動的なストーリーを提供するものです。また、多言語対応の特性により、ナンバー・アイの魅力が国内外で広まることでしょう。 ファッション、音楽、エンターテイメント愛好家にとって、この号は見逃せないものとなることでしょう。ナンバーアイの未来がどのように展開されるかに期待し、彼らの成長を見守りましょう。